うもこんにちは、そうやです。はい、今回はこちら NS50F の作業をまたぼちぼちやっていきたいと思います。とりあえず、現在は前回までにですね、シートとオイルタンクをつけるためのフレームを、溶接しまして、でこちらフレームもね、カットしております。でとりあえずオイルタンクは従来の位置から5センチほど前で、まあ2センチぐらいですかね、ちょっと下めに設置することができたんで、これでシートをとりあえず取り付ける位置まで持ってくることができました。あと冷却水がねちょっとひどい状態だったんで、一応ラジエーターの洗浄をして新しい冷却水も補充しております。ここまでが、前回までやったとこなんですけど、今回はですねバッテリーとバッテリーケースを丸ごとちょっと移設するためにちょっと場所決めをして取り付けをしていきます。でこれの取り付けが終わったらリアフェンダーを作って、ここを隠すためのサイドカウルをね、ちょっと考えていこうと思います。まあ、その前に一回全部仮組みしてどんな感じになるかをねお見せできたらなという感じです。今回もぼちぼちやっていきたいと思います。それでは始めていきます。はい、塗装が乾いてる間にウィンカーリレーをねこちら交換しておきました。で今度はシートをつけるんですけど、最初はここにネジを入れて、シートを固定しようと思ってましたが、オイルタンクをここで固定してしまったんで、ここからネジを入れることができなくなってしまいました。なのでちょっと別の方法を考えたいと思います。もうここタンクを取り付けていたこちらのステーに共締めしてやるようにしようと思います。こちらの穴はネジの逃げとして、活用しようかなという感じで、取り付けベースの寸法をこの段ボールで取りまして、アルミの板があるね、そちらを切り出して作っていきたいと思います。ここにネジが来るので、こういっちゃうか、こういっちゃった方が強度は出るでしょう。はい、というわけで、シートベースフロント側をちょっと作り直すということで、こんな感じの、板をちょっと切り出していきたいと思います。それでは、サクッとちょっと作っていきます。はい、というわけでこんな感じで作ってきました。多分いい感じだな。はい、というわけでシート用の取り付けベースを作りましたんで、これもねあんま目立ってほしくないんで、シャシーブラックで色を塗っておきたいと思います。はい、というわけでこちらが、作り直したバッテリーケースになります。先ほど、溶接していたステーはこんな感じにもうマウントさせるだけのステーとして作りました。で、もともと使っていたバッテリーケースは流用して、こんな感じで両側をタイラップで留めております。で、ここにちょうど良さそうな、ステーがあるので、ここにボルトナットで留めて、こちら側はステーがないので横揺れしないように固定するだけです。これで十分強度があったので、これでいきたいと思います。はい、というわけでこんな感じで取り付けができました。続いてこちらのフェンダーを作っていきます。フェンダーに使うのは、こちらのアルミ板です。そんなに強度もいらない部分なんで、加工しやすい薄いやつを買ってきました。こちらを切り出してここへ取り付けていきます。はい、というわけで
ペラペラですけど、フェンダー完成です。お手軽。だいぶカフェレサーらしくなりましたね。ただ今の状態だとスクランブラーかな、ハンドル周りの部品はちょっとまだ届いてないんで、作業は後回しにするんですけど、こちらのカバーをですねどうしようかなってずっと悩んでました。最初はもうめんどくさいので、もともとついていたやつをもうちょっと成形してつけてやろうかなとも思いましたが、あんまりなんかしっくりこないのでこれはやめます。じゃあどうしようかなというとこなんですが、ここにですね丸型のゼッケンプレートみたいなのをつけようと思います。やっぱワンポイントにもなりますし、加工がですねさっきのフェンダープレートを作った時と同じアルミ板を使うので加工が楽なんです。では今回最後の作業をやっていきましょう。